サンサテュルナンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ー県、ピュイドイコールドーム県のコミューン、クレルモンフェラン都市圏に含まれる。かつてフランスの最も美しい村に登録されていた。クレルモンフェランの南約15キロメートルのところにある。村は、モンヌ川の谷の中にあり、川はさらに下るとベール川に合流する。2015年3月までは、 サンタマンタランドをゴーリに属したが、再編により現在は、オルシーヌをゴーリに属する。サンサテュルナンは、ラ・トゥール・ドーベルニュ家の男爵たちの住まいがあった。この家系の出身者には、カトリーヌ・ドメディシスがいる。カトリーヌは、アンリ二世と結婚して、フランス王妃となった。スイコール1999年まで、LDH、イヘス、カジニー。 2004年以降 INSEE13 世紀に建てられたサンサトゥル南城は中世の重要な要塞である。14世紀と15世紀に再建が行われている。現在、城はフランス式庭園で飾られている。壁や堀が1889年より、庭園が1992年より歴史文化財になった。 教会と城の中間にある16世紀の泉は1889年に歴史文化財になった。ブッシュリー門は中世の城壁の名残で1988年に歴史文化財になった。ブッシュリー通りにある塔を備えた15世紀の住宅は1988年により歴史文化財である。サンサテュルナンのノートルダム教会は クレルモンフェランのノートルダムデューポール大聖堂、オルシバルのマジリクノートルダム、イソアールのサントステルモアヌ教会、サンレクテールの教会に並ぶ、オーベルニュの五大教会堂の一つに数えられる。起源は12世紀に遡る。教会は、モンペルーのブロンド色した、加工砂岩、多色の外観を与えるボルビックの溶岩を用いて建てられた。中東は溶岩に刻まれている。主牢は、 オーベルに有数の保存状態の良いもので八角形である。1862年に歴史文化財になっている。ありがとうございます。